DC号出発式のオープニングアトラクションといたしまして、奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊伊達政宗公よりデスティネーションキャンペーン期間中、仙台宮城にお越しいただいた多くのお客様へ、そして訪れたお客様を心よりおもてなしいただきました県民の皆様へ、この場をお借りし御礼のお言葉を申し上げます。それでは伊達政宗公お願いいたします。今週仙台宮城の者の魂が一体となり、全国へと伊達のもてなしの心をしかと伝えることができたと思うておる。みなよう頑張ってくれた。4月1日のオープニングイベントで、みなで頑張るぞえいえいおーと先人の声を上げたのが昨日のことのようじゃ。ほんに時の流れというのは早いものじゃのう。さようでございますな。3ヶ月間にわたり花、食、復興、鎮魂とテーマを掲げまして、県内の各エリアの特性を生かし、全国の皆様へさまざまな旅をご案内してまいりました仙台宮城デスティネーションキャンペーン。我らも仙台城址にて演舞の披露や街中ガイドとして仙台宮城へいらっしゃるたくさんのお客人をおもてなししてまいりましたが、日の本中から寄せられる期待をこの身でひしひしと感じております。小十郎様のおっしゃる通りにございまする。ちなみに本日は仙台宮城デスティネーションキャンペーンファイナルセレモニー、そして SL 仙台宮城 DC 号の出発式ということで、私たち伊達武将隊もこちらに出陣した次第にございまする。時に物事の終わりは新たな始まりとはよく申したもので、今日という日がこの仙台宮城にとって新たな節目の大切な日となるよう、私たち一同も心より願っております。来年の春には新たなホストキャンペーンも始まり、ここに現世の VIP の方々もご到着になられたことであるし、このデスティネーションキャンペーンで培ったもてなしの心にて、さらに仙台宮城民の心を一体とし、この地を訪れる客人たちの心を打ち震わせ、仙台宮城の魅力を全国世界へと伝えてまいろうではないか。これよりが出陣じゃ。ここに集いし南だよ、抜かりでないぞ。いざ出陣。おありがとうございました。